もう戦争が終わって70年も経つわけですから、いろいろな戦争の痛手から回復してですね、新しい日本を作るということで、かなり考えも進んでるように思うんですけども、教育方面なんかはまだまだものすごく大きな傷を残したままになってます。その一つが教育で家族の大切さを教えられないということなんですね。世論調査を見ますと、人生で最も大切なのはですね、政治とか経済とか国家っていうんじゃなくて家族と答える人が、実は60%にも及んでるわけです。かつては、仕事本位っていうのもありましたけども、今簡単に言えば家族本位なんですね。確かに家族の大切さっていうのを身をもって感じてる人がほとんどだと思います。本当にいろんなテレビなんか見てもですね、家族の大切さっていうのをいろんな面で見るわけですね。ところが教育では家族の大切さを教えることが実質的に禁じられております。なんでこの家族の大切さを禁じられているかって2つあるんですね。1つは教育基本法で家族というのを全く教えなくていいことになっておりましてね、これ信じられませんが なってます。それに基づいて先生はですね、なんかプライバシーとかなんかそういうことを言ってですね、子供に対して家族のことを聞いたり、お父さんのことを質問したりですね、兄弟何人かということを聞くことも許されてないんですよ。ですから、私なんかは、私は大学ですからだいぶ緩和されるんですが、それでもですね、学生をこう指導する、そういうその人生として指導するってことがもうできないんですね。親が指導してませんからね、今は。私が体罰の時に言ったように、学校に上がったら先生の言うことを聞きなさいぐらい親が教えてくれなきゃ学校はどうにもなんないよって、それも教えてないわけですから。まして人生とはとかですね、家族とはっていうことを、ご両親は教えないですからね。それはやっぱり先生が教えることもできない。夫婦は仲良くしなさいね、兄弟も仲良くしなさいねっていうことを教えることもできないんですよ。もう本当に異常な状態なんですね。現在の教育はですね、一人一人の個人、その次がもう日本なんですよ。個人の次には日本しかない。そんなことは現実的にないんですよ、この世の中で。だから、いろんなことが起こるわけですね。例えば、簡単なことでも教えなきゃいけない。家族は一緒に生活をするんですと。そこでは大切なのは愛情と我慢なんだ。ですね。親と子供は、年齢も違うし、経験も違う。兄弟でも、女の兄弟と男の兄弟ではもう性格も違うし、いろんなものが違う。意見が合うはずがない。だけども、その中で一人一人が相手を愛し、相手の考えとか行動がもし自分と違っていてもそれを我慢すると。ですね。それから、この頃ではもう本当、小家族になってしまいましたが、年老いた人、例えばおじいさん、おばあちゃん、町の中の年を取った人、これは自分の未来なんですよね。ですから、自分の未来だということが頭に入っていれば、あのババア何やってんだ、ぐずぐずするな、なんてことはなくなるんですね。やっぱり人に対するいたわりの心っていうのが出てくるわけです。もちろん、老人側にもそれがあってですね、私はちょっと年を取って動きも鈍くなったから、みんなに迷惑かけないようにということも必要ですね。それから、赤ちゃんを見て、赤ちゃんがおしっこするっつって文句言ってもいけないわけで、それは自分の過去ですからね。そういうことがあれば、家族もまた、大家族であってもですね、心を安らかに過ごすことができるわけですね。大家族の問題がいっぱいあったので、一応小家族になってますけども、私はもう一つのやっぱりやり方があると思うんですね。大家族でうまくいかなかったことを直して、大家族でもうまくいくようにすると。もちろん、夫婦単位で生活してもいいんだけど、あるいはおばあちゃん、おじいちゃん、いろんな人と一緒に生活してもですね、心楽しく生活できるような考え方、教育、システムっていうのを作ることもできると思うんですよね。私はね、この教育で家族の大切さっていうのはやっぱ教えた方がいいと思うんですよ。それを教えることによってですね、人に対する、いたわりだとかですね、これは老人に対してもそうですし、やっぱりその人付き合いっていうものは家族の中でできていきますから、職場における、人と人との問題とか、そういったものもですね、
少なくなっていくと思うんですね。それは集団主義とかそういうんじゃなくて、一人一人が独立した人格であって、お互いに相手のことを認めて、そして愛情を持って接していくということですから、何も軍隊のように考えなくていいわけです。ここのブログでですね、山下大将の遺訓というんで書きましたけどね、あの陸軍大将のいかつい顔をした山下大将がですね、何と言ったかということですね。日本の女性は貞節だと、おとなしいと言うけれども、それは違うんだと、人の言うことをそのまま聞いているという人ではいけないんだ、これからの未来の女性は一人一人がしっかり自立してて、自立してた上で定説であるということは大切なんだと、こう言っておられますね。それから軍人もそうだと。まさかと思うけども、その山下陸軍大将が日本の軍人はダメだって言ってるわけですね。忠誠で勇猛だと言うけど、それは頭に何も考えずにただ上官の言うことを聞いてるに過ぎない。やっぱり本当に忠誠な軍人、兵士というものはですね、自分が確立していた後、そしてそれが行動が取れるということだと、本当にですね、戦争前とか日本軍というものを多くの著書が書いてありますが、全く違いますね。私は今の日本人の方がかつての日本軍よりかダメなのかもしれないと思うことがあるんですね。っていうのは、かつての日本軍をこう悪く言う人はですね、おそらく自分がそうなんじゃないかと思うんですよね。かつての日本軍はそうじゃなかった、もしくは日本軍の大将は少なくともそう思ってなかったと、いうことですよね。つまり家族とか社会というものをちゃんとするためにはですね、一人一人がやっぱり独立し、考えをしっかり持ち、一人一人が考えを持ってるわけですから、相手の考えも尊重しますよね。尊重し、そしてまた家族の間は愛情を中心にやっぱり強く結ばれていると、いうことが大切ですね。特に男性なんですけども、男性はですね、家族の大切さよく分かっていないと私思います。いわゆる草食系男子っていうのも形式的にはそうかもしれませんが、やはり本当の真がですね、家族の大切さはよく分かってないように思います。逆に言えばですね、女性はですね、男性社会という、男性が社会で働く時の辛さというのをよく分かってない場合もあるんですね。ですから、こういったものもですね、やっぱり学校で家族の大切さ、社会で働く時の辛さというもの、それに対する心の動き、こういったものをですね、例え話でも小説でも、それからいろんな先生の言葉の中にですね、入れていくということがいるんじゃないか。これは男性女性ともに相互に理解しなければいけないわけですよね。当然考え方は違うわけですね。もちろん脳の構造から違うわけですから、違うわけですね。それでいいんですよね。それでいいということをやっぱり分かっていかなきゃいけない。そのためにはやはり私は教科書にもう大幅にですね、家庭とか友人だとか、地域というものの人の心の動き、自分がどうするか、自分の未来はどうなのか、自分の過去はどうだったのかっていうようなことをですね、もう積極的に、教育していかなきゃいけないと思うんですね。だけどそのためには、私たちが今なんで教育できないかって合意されてないんですよ。なんか離婚した方がいいとかね、そういう極端なやつもあるんですよね。ですから私たちはこういう生活をしていかなきゃいけないということをですね、いろんな議論を通じてはっきりさせていくということが非常に重要じゃないかと。それをまたその結果を教育に生かしていって、結果的には子どもたちが幸せになる、離婚率も減り、夫婦喧嘩も減ると、兄弟もいがみ合わないでやっていく、そういう社会をやっぱり目指していくべきではないかと。そのためには教育も一つ先頭に立ってやっていかなきゃいけないと私は思います。終わります。